高島秀也は、日本の実業家。2017年1月より、札幌ビール株式会社代表取締役社長。元ビール酒造組合会長。元全国厚生取引協議会連合会、副会長。元北海道経済連合会副会長。1959年11月20日、福島県伊達郡小原町に生まれる。福島県立福島高等学校を経て、 東北大学農学部卒業後、1982年に札幌ビール入社。1997年から2001年まで大阪工場製造部長を務めるなど、主に醸造部門に携わった。2007年3月に仙台工場長に就任。2009年3月より取締役兼執行役員。2012年9月には、 常務執行役員北海道本部長に就任した。2014年6月、北海道経済連合会副会長に就任。2015年3月に、ポッカ札幌フードビバレッジ取締役専務、執行役員、ポッカ札幌北海道取締役会長、札幌グループ物流、岩田ポッカ食品取締役、2016年9月より、 宮坂醸造取締役。2017年1月1日付で、小賀誠城に代わり札幌ビール代表取締役社長及び札幌ホールディングスグループ執行役員に就任した。2018年6月全国公正取引協議会連合会副会長。2018年8月1日からは、伏瀬隆行に代わり、ビール酒造組合会長代表理事を務める。 大学時代はラグビー部に所属。大学の同級生で同居出身の女性とは共通の知人を介して交際し結婚した。札幌製ビール黒ラベルを好み、北海道本部長時代には黒ラベルデザインの T シャツを着て通勤したこともある。北海道勤務当時の一時期は在札幌ドイツ名誉領事を務めていた。趣味は燻製作り。 ありがとうございます。